皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。2月17日放送のラジオ、ストーンズのオールナイト日本サタデースペシャル、日本放送、に、ストーンズの田中いつきと京本大我が出演。京本が、恋している相手に公開告白する場面があった。ストーンズ、京本大我が、ビビッと来た、めっちゃ好き、な相手とは、先日、 以前から尊敬している俳優、藤原達也が主演を務める舞台、中村中蔵歌舞伎王国下国上異分を感激したと報告した京本。その日は、日本国内最大手のアニメ専門店、アニメートに立ち寄っていたという。染み濃い人は絶対やって、冷蔵庫のあれで一発、3日間試した結果染みがポロ。TR。 実は今日もと漫画家、藤原達樹氏による人気作、チェンソーマン者、集英社に出てくる女性キャラクターマキマが、大好き、だそうで、アニメ、テレビ東京系を見た時にビビッと来て、うわ、めっちゃ好きだ、って、と、のめり込むほどハマっているとか、アニメートではマキマのポーチが一個残っているのを見つけて、運命、 おお感じ俺がお迎えしなきゃ責任持って俺が牧間さんを大事に連れて帰らないといけないと思い購入。テンションが上がり自身の公式 X に写真を投稿しようとしたものの急に恥ずかしくなり断念したそうだ。やっぱさ人に告白するとかさ世間に向けて大々的にやんないじゃん恥ずかしすぎて。 本当の気持ちすぎて、と、マキマを本気で好きだからこそ、世間のみんなに知られることに照れちゃった、という。なお、京本はこの日、ポーチの実物を田中に紹介。京本は、俺の純粋な気持ちは、ポーチに入りたい。これに入れたらどんなに幸せなんだろう、と独特の表現でマキマ愛を語り、田中の後押しもあって、 自身の公式 X でマキマのポーチ購入を報告することにそこでガチで好きですまで書いた方がいいどこまで言う ?X に投稿する一緒に文言を考えてくんねと田中に相談し始め例えばマキマさんが X を見たとしてそこで好きだって伝わってほしいの欲しくないのと問われると 伝えたいかな、そろそろ、と返答。悩みながらも、牧マ,マさん愛してます、との一文とともにポーチの写真をリアルタイムで投稿したのだった。しかし、しばらくすると恥ずかしくなってきたようで、夜中っていうのがキモかったかな。明日朝起きて、もっといっぱいの人に広まるじゃん、と発言。田中から、消すなら今しかない。 明日にももういろんな人が見てると促されるとガチな愛が含まれてるんで告白ポストを消すのも失礼かなと思うそれは男として良くないんじゃないかなと葛藤しつつ結局ラジオ放送終了とともに当該ポストを削除したのだったしかし X では牧マ,マさんが日本でトレンド入りしネット上では 京本大我、牧間さんがち恋勢で笑った、もう男子学生の告白のノリじゃん、牧間さんポスト消えてしまっても、私たちの中で牧間さんへの公開告白の熱量は語り継がれるでしょう。などの反響が集まっていた。どこで思いますかコメントセクションをチェックして、次のビデオを見てください。